はい、おはようございます。大臣様です。今日はね、オープニングはちょっと前撮ってなかったんで、まあ、今回の動画内容だけでも思います。まあ、冬なんでね、まあ、神宮行きたいんですけど、まあ、ちょっとリフレッシュですか。ちょっと以前、アングラーズの清掃イベントで、お知り合いになって、声かけていただいた方と、レギング行きましょうっていう話になって、もうその日って決めてたんで、もう風ももう8メーター9メーターってもう雨とみぞれひどいコンディションだったんですけど、まあ、なんとかね連れて動画にできたんですけど、まあ、やっぱね僕も夜の撮影慣れてないので、まあ、頭にヘッドライトつけてますし、もう雨風でカメラの定点置けないし暗いし、まあ、カメラなくしてしまうのもあれなんで、まあ十分足元ね配慮した上で、まあ、撮影してちょっと見づらい動画内容にはなってますけど、まあ、僕的にはね久々にこう数釣りよりもやっぱそのシチュエーションの貴重な一杯、まあ、これは気持ちいいものがあると思うんですよ。これ皆さんあると思うんですけど、数釣りもそれは楽しいんですよね。やっぱそうやって一緒に喋りながらねしてたのもすごい楽しかったです。いい兆候でした。またよろしくお願いします。で、まあ、その時してたのが、まあ、ヤリイカなんで、まあ、皆さんやってると思うんですけど、まあ、やっぱこのキーストンの邪道液で、塩ささみはね、これ自分で作ってます。これを使ってます。まあ、タックルはね、ギングタックルでもいいんですけど、僕はライトショアジリングのタックルを使ってます。まあ、この9フィートで結構張りがあるんで、まあ、仮にオスの、まあ、胴40ぐらいかかっても全然抜けるし、結構パワーあるさを使ってます。ミディアムライトとかだとちょっと厳しいものはあるかもしれないですけど、まあ、ミディアムもしくはミディアムハードぐらいが、まあ、抜くっていう意味ではいいかなと思います。まあ、無理にそうやったら絶対タモは使った方がいいと思います。こんな感じです。でジャード液はね、まあ、いっぱいあるんですよ、種類。V0、1、2と。それぞれ沈下速度が異なります。で、V0 が、メーター10秒か。ぐらい、かなりスロー。だから、基本的には V0 でいいと思う。こう、塩に乗せていくんで、まあ、吸ってをこう、浮かして当たりを取っていくっていう感じです。で、V0 を基本的に考えて、まあ、でも普通のエッギング寄りにしたいねっていうなれば V1 がまあスタンダードタイプになってます。で V1 だと沈下速度大体 3-4m ですね。で、まあ、普通のエッギング同様な感じの感覚かなと。で、まあ、餌を背負ってるんでね、テグスで巻いて、まあ、基本的にはこのキビナゴをつけた状態での沈下速度こんな感じですよってなってるんで、まあ、これは僕今使ってる塩ささみとか、あとアジとか、まあ、そのつけることによってちょっと異なるので、まあ、その辺はね、またやって、調整してもらったらいいかなと思います。味もできずに一匹つけずに半身だけつけるとか。で V2 やとね、メーターも 1-2 秒ですね、もうストンと落ちてしまうんで、まあ塩が早いところでボトムのみを攻めたいところとか。で、あとは、まあ、普通の僕エギも使います。まあ、飛距離を僕はヤリイカの場合はかなり重視するので、デュエルのマウンキャストと、あと今今年ってか去年か去年出たエメラルダスのホール LC、 あれが本当にいいかなと思って、まあ日中のねヤリイカは厳しいと思うんですよ。夜も海流が入ってくるのはもうバチバチ釣れるという感じの釣りです。ただやっぱこの時期ね本当に人が多いんですよね。もうヤリイカの多分僕も苦手としてるんですけど、まあ、まず人が多い、寒いで釣れなかったらマジで辛い厳しいですよね。本当に寒さ対策だけはしっかりしないとまず心が折れてしまいます。はい、では本編の方をお楽しみください。面白かったらね、チャンネルの登録、高評価、お待ちしてますので、コメントもお気軽に。ついてました、もうやと思った、やった、メスイカ、メスイカだ。
やった、取れ高ですよ。取れ高あー釣れた。もう完全に根掛かりやと思った。ありがとうございます。ちっちぇでも、うん、お前も こんなの。あー本当ですか。一応槍だ。一応槍だ。釣れましたね。いや嬉しい。兄貴、左に上げてください。そうですよね、あの青いところ。あ、でも救えたんすね。もう2回行って2回とも全然でしたよ。はい。ああでもその辺の海岸ですよ。あそこらもうみんな夜待機してるじゃないですか、うん、あそこら一帯海岸沿いあちこち回ったっすけど全然でしたね。下駄履いて百均とかに売ってる虫取り網持ってるおっさんがやってたのはちょっと釣りしたけど。それで下駄ってすごいっすね。まあまあ寒いですよ、あの時期まだ。まあまあ寒い。ちょっと吐いてるぞ。それはネタだな。来ました。お兄貴、兄貴取れたかな。やった、やった、やった。あざす。おめでとうございます。あざす。やった釣れました、やっと。やっとようやく釣れましたね。痛いけど。いやいやいや、立派ですよ。よかった。これでやり玉丼が。やり玉丼ができる。できる。いやー、よかったっす。ナイスです。ありがとうございます。はい。よかった。じゃあ、あと8杯ですね。あと8杯え、でも、そこじゃなかったでしょ。うん、上ですよね。はい、では用意するのは白いご飯にごまの香り、そしたらそこに卵黄漬けのタレをパッパッとかけまして、そしたらイカをちょん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 でね、ヤリイカざっと短冊に切りました。まあ、切り方は自由だと思うんですけどね。まあ、イカそうめん状にしたのは、まあ、美味しく食べれるかなと思います。でここはね、ブルーニキに教えてもらった卵黄漬けをドンと乗せます。まあ、冷蔵庫で 2,3 時間寝かしたらいい感じになりますわ。でそしたらここで磯の香りということで海苔を足したら、こちらでやり玉丼が完成します。映えてます。こちら食べてきます。はい、では食べていくんですけど、まあゲソはちょっとね、一回処理は改めてしてます。さっきのはもうサムネ用です。なんでヌメを取ってください。でここに合わせますのは生姜です。これね、イカは生姜すごい相性いいんで、まあ僕おすすめですね、これ。生姜醤油とかでもいいんで。で、卵黄漬けはこれめちゃめちゃ美味しいですよ。濃厚だし、もうしっかり味が決まってます。で、これがね、本当にそのままでも美味しいんですけど、ここに自分が釣ったイカ、新鮮なイカが入ります。めちゃめちゃ格別な味になりますんで、これはもうヤリイカに問わず、まあアオリでもいいし、まあイカ、まあスルメ、これ何でも合わせてもらったらいいかなと思います。まあ秋の新子とかでもこれ美味しいですよね。っていうんで、まあイカは美味しいのでぜひ試してほしい料理になります。はい、こちらはやり玉丼でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。